それはね、もうよくひまわりの種をずっと食べていないとどこかに飛んでいってしまうとてもね、自由なんですね。ひまわりですので、はい、それで、ね、飛んでくると私から皆さんにご飯をもらっているわけですね。ご飯が欲しくて、こっちに飛んできちゃいましたけど。